はい、皆さんこんにちは、今回もシェアプレイで小学校4年生のヒロトマンがバイオハザード2リメイクに挑戦で、表のレオンクリアしたので今は裏のクリアの方をやっております。ヒロトマン、はい、とりあえずアイテム見せてみて。あれだ、3階に上がらなあかん。3階に上がってぐる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 を開けなあかんわ。そこ意味ない、あのフィルム現像するとこや。それとりあえず出て3階に上がらなあかん。そこロッカーにアイテムある、弾があるはずや。もう取ってるか。あったあった、ガンパウ預けとった方がいいわ。で、そこ階段登る。大人の階段登る。その先。あ、2階だな。そうそう、2階。ああ、そこ部屋入れるよ。私は見逃すの。シャワールーム。で、そこの鍵がね、CAP かもしれん。ロッカー。ロッカールームって言っちゃう、書いてちゃう。そこ、あそこ、そこはゾンビが出る。ここ CAP かも。あ、開いた。開いた。ロッカールームじゃないし。おお。あたり勝利だ。あ、右側のロッカーにもね、あ、そいつ死んでる。多分火炎弾、焼夷弾がある。やっぱり。終盤になってから結構疲れてた。妹が帰ってきた。怒られる。あ、それ一応いる。マグナム。マグナム信号。無限武器使わないんだったらマグナム必須。そいつ死んでる。襲ってこない。左側のロッカーにもなんかあったはずや。そいつ生き返らない。ガンパウダーか。めっちゃロッカーのがあるやん。いや違う。それはね。レオン編で開けなかった。そう、レオン編で俺がしょっちゅういらんいらんいらんって言っとったやん。あ、そこリッカー出るかもしれんから走っていかんほうがいいかもしれん。いないかもしれんけどいるかも、上の方に。あ、いないか。あ、ちょっと待って、そこ左、そこ先行くとタイラントが襲ってくるかもしれん。後ろ側に、後ろ側の部屋に電池があるはずや。ウエスカーの部屋で電池とあのバッテリーを合わせる。 C4 爆弾違ったわ。 C4 爆弾の起爆装置ね。で奥のなんかバッグに薬が入っとる。そこ奥まだ行けない。それも無理、何もできん。USB メモリーを刺さなあかん。奥のあのなんか救急バッグみたいなとこにある。それあのガンパウダーと合わせた方がいい、持てんから。確か硫酸弾やなかったっけ。あ、やっぱり硫酸弾はね、いる。でも銃って得だよ、硫酸って。うん、そうそうそう、リッカーとかに効く。リッカーは肉丸出しやから。で多分左行ったらな、タイランドが来たような気がする。無限無限。ほら、ジーザス、ステイバック。頭きっちり狙って気絶させた方がいい。あ、倒れた。今の位置にも行った方がいい。 OK、 better move it。そこまだ入れない。このやつ絶対いらん。そう、ユニコーン。これあのメモ帳、メモ帳。これ表と確か違うんよ。ユニコーン。双子天秤なんかやな。で、ね。いや、当てずっぽじゃない。あ、まあ当てずっぽでもいいけど。双子天秤一個ずつやってみたら。双子ではないと思う。
一個ずつやって、け丸を押していかな、わからんよ。あ、いた。こんな強引な方法があっていいんだろうか。あ、預けてこよう、ちょっと。メインホール行って、うん。メインホール行ってもないよ、箱。こら。そう、一発ずつ。これは通れない。あ、で、鍵がないか、そっから出れない。お前で起きるんかい。足を崩して。あとは鍵がないか、そっから出れないか、戻らなあかんわ。マジで、うん、起きそうだ。死んでるよ。消えすぎだ。そ、もう持てない。なんか捨てるか。捨てるんだったらレッドハーブしかないな。ほならね、レッドハーブ捨てるってことだよね。出れないから戻るしかない。タイランド、どこ行くの？来たる。うわー、あ、ぐるっとおびき寄せて回って逃げた方がいいわ。危ない。この人殺していいっすよ。無駄。で、戻って3階に上がらなあかん。3階に上がって青い鍵を取らないといけないんだけど、でもアイテム持てないやろ。だからどっちにしてもまたレッドハーブ捨てなあかん。レッドハーブ捨てるの、捨てなあかん。レッドハーブ捨てないとアイテム取れませんよ。レッドハーブ、お前はいいやつだったよ。調べるじゃん。ステント取れない、鍵が。3階に上がらなあかん。3階に上がって、それ弾いる。確かいる、やっぱり。そんな暇ないぞ。鍵取ってない。そうそうそう、よし逃げろ。ふう、そっちでいい、そっちでいい。おや、外に出れそうだな。図書室のところ。お、取れない。弾しか取れんよ、もう。弾。ふう。ふう。逃げろ。取れんやろ。あ、取れるか。あ、来た。言うとけど、こっちまで来るぞ、タイラント。ペチョーの方ミント。これか。羊たてごと取り。羊たてごと取り。それ羊たてごと、まあ、違う。それ取り。それや。逃げんとやばい。多分タイランド来とるよ。来い。逃げた方がいいと思うけどな。来た。もう遅い。弾を無駄に使ってる。絶対逃げた方がいい。おっとっとっと。こっちか。
戻るんだ。よしよし。でこの階段降りたら箱がある部屋に行くから、いらないアイテムは、いらないというか使わないアイテムを預けるべきやな。どこだっけ、さっきのだっけ、わからないとこはどうするんだ。どや、降りた方がいいよ一回。ここまだ2階や。この下の すぐ左の部屋。おナイス。死んでる死んでる。違う、備品保管室、そこで入れれる。ふう、変形になった。箱でとりあえず本と、それと、そう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 、あとはあの何、そのエンブレムというかコインみたいなやつはもう3つ入れれるから持っとっていい。入れにコイン入れた方がいいな。ホールに戻ってコインや。ホールに戻って。だ読めない。フィルム現像室やからいらない、必要ない。フィルム現像室ないか、何ができるんだ。備品保管室とかいろんなところにフィルムが落ちとる時があるんや。あ、そのフィルムを現像するとなんか隠しアイテムとかが見つかったりするから。ラクーグンとか、いや違う、ウェスカーの引き出しが開くとかね、あるんよ。でそこ扉開ける。早く。開けて、で1階に、2階に上がる。で、ライオンの最後のこのコインを取る。ライオンは確か、手帳じゃなかった。見えねえじゃねえか。ちょっと待って。感熱やる。これはちょっとわっ、これどヒントどこにあんだ、ちょっと調べてみよう。いくらなんでもひどいわこれは。全部鉄砲じゃ。それで当たったらお前本物やぞ。クレアの裏。クレア。攻略チャート。頑張れ。あ、ライオンはね、王冠木取り合って。王冠？うん、王冠あった。木取り、それ。鳥はそれかな。あった。これだ。どうやってこれ見つけるんだよ。ヒント。でね、下に降りて右側の扉開けれるから開けた方がいい。あ、開いてた。じゃあ2階に上がって。あ、はめなきゃいいの。2階に上がって、うん。右側の通路行って。グレネードランチャー取っといた方がいいな。よし、硫酸弾をリッパにぶち当ててる。あ、両辺にやがって、ジンママみたいなやつがいる。死んでる死んでる。死んでなかった。死んでなかった。うわ、うわ、足痛い。外せ。ナイフ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 ナイス。じゃあ銃使うしかねえ。ナイフは回収だ。
で、この先に確かハーブ1個あるはずや。左。やっぱり。完全回復。で、奥の扉を開ける。構成不良でいいのか。それで、青鍵がもういらなくなる。あれ？あ、まだ、あ、いるんか。開けてないとか。あ、図書室か。そこ右の部屋。で、まっすぐ行ったらカードがある。それそれ。これか。で、それだけ取って、もう いらない。次行くのは、なんと、そこ意味ない。なんとか、準備保管室だっけ。うおビビらせ。扉が邪魔、扉が邪魔。自動開閉する。What the fuck?ハッキー打てるよ。そこはまだいけねえよ。銃の先っぽに回そうよ。だっていなかっただろうもん。あ、来てる。そっちからでもいいわ。逃げてもいいし、たまに余裕があったら倒してもいいけど、倒すとかまた膝まずかせるように。こっち側からホールに戻る。そのね、トイレに、トイレの真ん中の部屋に緊急スプレーがある。よし、とっとと逃げろ。ホールに行くんだ。なヒロトマ本当に下手くそやな。ホールやってこういうゲームは場所がわからなかった。逐一マップを見ないと。で、マップ見て。あのね、備品保管室に行かないといけない。そこ、うん、そこにグレランがある。そうそう、そういうルート、うん、グレネードランチャーはあった方がいいな、絶対。よし。で、その一番奥、一番奥にカード入れれる場所がある。ピーッ、醤油なんだ。あ、一緒になった。とグレネードランチャーででー。あ、一箱しか使えないんだ。一発ずつしか使えんけん。なあ、ででーって言ったら、あの現在ペース声でペースは操作できませんので、できた。そこも無理。じゃあホールに戻る。いる。よし。ああ、なんで俺は近づいたの。回収してすぐ逃げろ。紙じゃない。そんで奥のメダルを3つ入れる。で、G の一番最初のボス戦。まだちょっと醤油だ、持ってくか。まあ本来はなくてもいいんやけど、持って行ってもいいかもしれん。あー、でも2発で足りる。いや、足りない。俺的に言うと、ここでグレネードランチャーを使うの非常にもったいない。ほんならハンドガン。あとね、それ回収して、左側に確かまだ弾があったはずや。やっぱり。それは持ってった方がいいかもね。4発やったらまあいいかもしれん。で、箱で。もうせんならちょっとガチいくか。白い方と、
ガンパウダー合わせて硫酸弾を作る。しべそれある、上の方にある、ほらこっちか。今日は早く、それぐらいは持っていってもいいんじゃない。一応でガンパウダー預ける。ほんであとやるだけか。で一回セーブした方がいい、念のため。恐ろしい。そこでガチャ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 。で一回ね、また外に出て、あの青い鍵を使い切った方がいいから、一回外に出て2階に、右側の2階に上がる。図書室、そう、図書室のあの扉で使う。そしたら青い鍵もいらない。あ、麻薬ってあるわね。あ、まっすぐ行ったら弾があるよ。そこ開けといて、で鍵捨てて、で弾を取る。うん、これやったらまあ余裕でしょう。で本来は G の戦い方って、あの最初なんでそっちに行くんだ。あ、さっき来たの硬いの。最初こうなんかうずくまってるんだけど、その時にナイフ攻撃で攻撃した方が実はいいよな。近づいて。あ、そうなんだ。うん。でそこロッエレベーターで降りて。直通か。で地下、地下に。最初の G が。降りる。でそこを左。で、押しすぎると3発バババンって出るやろう。うん、バババンって出るのも G 線を使った方がいいかもしれん。右ちょっとホールド、シリだっけ。じゃあやっこらクレさん弱すぎませんかね。いや、それは何、20代ぐらいの女の人なんやから。ここで近づいてナイフで切りまくる。もう逃げた方がいいな。ここは逃げながら弾を撃ちまくる。で弱点は一応ね、あれ目が弱点。逃げながら撃つ。あ、そんな乱暴しちゃいけませんわよ。基本目が出てなかったら胸とか顔の方を撃ってると。あ、ひざまずいた。チャンス。あ、もう速攻で終わった。多分俺の予想ではあの硫酸弾が効いた。普通だった。だって今3発か4発しか使わんかったやろ、ハンドガン。多分硫酸弾が効いた。だって3発か4発は倒せんもん普通で。このエリアマップ見て、降りてマップ見て、降りてマップ見て、降りてマップ見て、四隅にアイテムが落ちちゃうんよ。だから全部回収した方がいい。あのハーブとかいろいろある。そっちの向こう側やな。弾とかいろんなもんがある。で振り向いたらレッドハーブがある。あ、ただのハーブか。であとの三隅にもアイテムがある。爆弾もあるからな。ここはレッド、ここはレッドハーブと弾、組み合わせるか。合成しといた方がいいな。で一応あのあれ、あのグレネードランチャーも弾一発込めといた方がいいよ。念には念を入れて。で弾と左側に弾と爆弾とハーブがある。そっちじゃない。
その部屋。あ、部屋か。そうそうそう、そこ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 。違う。弾あるやん。うん？僕目目ある。なんで左側しか見ないんだよ。あ、目の前のか。あ、違う、こっちだ。ぜひそこにも爆弾があって。あとに預けとこう。破片手榴弾、うん。破片手榴弾は預けとった方がいいな。で、上に、あ、そこ階段。シェリーちゃんだっけ？2階と、それ右側にも確かアイテムある。こっちちょっと、行ってるけど。取れない。こんだけか。あ、それ多分ハーブや。合わせてもいいかも。取れんから。緑ハーブは完全回復はしないけど、かなり回復する。赤から緑。赤から緑にはなるかな。でも完全回復は確かしない。赤と緑だったら完全回復するけど。動かない。あ、シェリちゃん、か弱いもん。まだちっちゃいから力がない。テリーは中学生くらいだ。中学生もないよ。肩まで。絶対小学生やろ。なあ、6か5か。あ、背高い方だよ、クラスに。6年生ではない気がするな。まあ何年生か知らんけど。あ、それか22歳の人が小さすぎるぞ。で、右のロッカーに多分バックパックがある。構成もいるか。やっぱりこれで助かる。じゃあまあいらないアイテム入れてセーブだ。とりあえず緑と硫酸弾もいらん。グレネードランチャーは預けた方がいい。もったいないから。使わないんだ。うん、使わないと思う。こんだけだ、うん、とりあえずはね、うん、とりあえずはそれだな。じゃあ今回は、はい、無事第1の G を倒せたので、ここで動画を終わりたいと思います。じゃあヒロトマン、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回また頑張ってください。はい。